今回は、日本通運を決算から解説していく。引っ越し屋のイメージが強いが、実は全然引っ越し屋ではない。え？引っ越しは日通、じゃないの？後ろにも引っ越し屋さんが一人写ってるわよね？こんにちは、田中です。はい、こんにちは。斉藤です。田中です。田中です。ジョバンニです。イラスト屋で検索したらこんなに引っ越し屋のイラストが出てきたぜ。なんかすごいわね、イラスト屋。ちなみにアート引っ越しセンターで引っ越しをすると担当の人がこうやって挨拶してくれるぞ。日通の話をしてどうぞ。日本通運、最近ロゴと会社が変わったんだ。え？街中だと未だにこのロゴのトラック見るじゃない。どういうこと？いわゆる持ち株会社化をしたんだ。右に見えるのが今まであった日本通運だな。なんか事業会社って書いてあるわね。そして新しくできた日本通運がこれだ。持ち株会社化って言ってたし、これが持ち株会社ってやつかしら？正解だ。そして新しくできた持ち株会社に事業会社の株をすべて預けるんだ。ふむふむ。そして株を持ってる分、持ち株会社は事業会社の経営をするんだな。つまり経営する会社と事業する会社を分けるってことね。でもなんでこんなことするのかしら？やってることは今までと変わらない気がするけど。経営する側と事業する側に分かれることで、経営と現場がそれぞれの業務に集中できると言われることが多いな。持ち株会社の経営なんてしたことはないけど、そんなに大きく変わる？って思っちゃうわね。あとは税金の面でも節約できるらしいな。へえ、そんな制度があったのか。さて、そんな日本通運だが、引っ越し以外にも様々な事業がある。最初に全然引っ越し屋じゃないって言ってたけど、他にもいろいろあるわけね。うむ。ということでまずは鉄道事業。鉄道コンテナで荷物を運んで、運送料をもらって稼いでいる。確かに日本通運のマークのコンテナたまに見るかもしれないわ。そして輸送手段は鉄道だけじゃない。トラックなどの自動車や船での輸送もやってるな。ふむふむ。陸も海も荷物ならお任せってわけか。じゃあ空の輸送もやってたりするのかしら？その通り。ANA とかの飛行機に乗せて世界中に荷物を輸送している。確か ANA は自前で輸送機持ってて、JAL は自前のは持ってないんだったわよね。うむ。そしてこれが日本通運の売り上げの中身になる。どこがどの事業だろうか。全くわかんないんだけど。それもそうか。では少しずつ見ていこう。鉄道は全体の 5% とかだ。あら、鉄道これだけだったのか。今はトラック輸送多いから、鉄道がそんなに使われないのかしらね。そしてそのトラックが 13% となっている。あれ？思ったより少ないわね。黒猫ヤマトとか佐川急便がいるし、そこまでシェアがないのかしら。そして今度が海の荷物の事業だ。実は自動車の 1.5 倍くらいある。へえ、これもちょっと意外だわ。じゃあ次の緑の部分が引っ越しかしら？残念。次は航空輸送だ。JAL と ANA の会ではコロナで海運が混乱した結果、航空輸送が活発になってたな。確かにものすごく伸びてたわよね。小さくて高い半導体とか運ぶしコンテナ運賃が高いんだっけ。そして次に来るのが倉庫での事業だな。荷物とか整理したり貸し倉庫をやってたりする。あれ？引っ越しは？灰色の部分だ。全体の 5% しかない。本当に全然引っ越しの会社じゃないわね。結構びっくりだわ。うむ。一般には引っ越しのイメージが根付いているし、いかに広告の力がすごいかがわかるな。でこれがここ最近の日本通運の業績になる。若干右肩上がりだろうか。あれ？ここ最近はすごく下がってきてるじゃない。大丈夫なの？そこは持ち株会社化の影響で決算期が3月まとめから12月まとめに変わった影響だな。最近のグラフは9ヶ月分だ。ってことは別に業績下がったわけじゃなかったのか。なるほどね。そういうことだ。決算によくある落とし穴だな。ではまず BS だ。BS は、その会社がどんな財産をどれだけ持ってるかってことだったわよね。うむ。その会社の財産に対し、借りた分やなくなるのが決まってる分がオレンジの負債、残りが本当の財産である純資産だな。そして自分の分の財産が多いほど、潰れにくい会社なんだったわよね。そしてこれが日本通運の BS になる。総資産 1.6 兆円、自己資本比率が 36.8% となっている。あれ？さっきのグラフだと売上2兆円くらいだったけど、資産少なめね。確かに少なめだな。
運ぶことがメインの会社だから、現金も建物といった財産もそんなに持たなくていいんだろう。そして自己資本比率は平均くらいって感じかしら。で、これが BS の中身になる。現金の動きがすごく激しいわね。安定している会社のイメージあったんだけど。ふむふむ。まあこのあたりの話は後で出てくるぜ。あらら。了解です。そしてその下には短期貸付金ってあるけど、これ何か貸してるってこと？これは子会社の日通リースファイナンスという会社に付けられている項目だ。リースっていうくらいだから、何かを貸したりしてるのかしら？貸すというより仲介らしい。倉庫とかの物件を貸したい人から借りたい人に仲介するんだ。町の不動産屋さんみたいなイメージで物流専門にしてやってるのかしらね。うむ。借りてからお金を受け取って貸し手に払うから、どうしても貸付金は多くなるんだろう。へぇ、倉庫保有面積ナンバーワンって書いてあるし、自社の倉庫貸したりもしてるかもしれないわね。続いて固定資産の部分。当然多いのが車両と建物土地だ。車両はトラックがあるし、建物も土地もたくさんある倉庫のものよね。倉庫内で走ってるフォークリフトなんかも車両になるな。特に値段は動いてないから、倉庫を増強したり減らしたりもしてなさそうだ。日本も広くはないし、倉庫の広さは今のままで十分なのかもね。そして負債の部分がこちらだな。ほとんど借金のようだ。日本借金かさんでたのか。特に長期で借りてるお金多いみたいだけど、一体なんでかしら？わからんな。ただ何年も前から借金の状況は変わっていない。良くも悪くも、この状態で安定してるんだな。最近ヤバくて借金とかじゃないのか。自己資本比率は普通くらいだけど、そういう意味では安定した企業になるかもしれないわね。うむ。赤字になることもほとんどないから、純資産もゆっくりと利益が溜まるだけだな。ちょっと溜まった利益で自社株買ってるみたい。特に業績も心配ないし、株価を安定させてるのかしらね。今まで見た中で一番のんびりとした動きの会社かもな。続いて PL だ。PL は、会社がいくら稼いで、それだけ稼ぐのにどうお金を使ったか、だったわよね。うむ。売り上げるのにかかった分がオレンジの費用で、残った営業利益が会社に入ってくるんだったな。そして自分に入ってくる利益の割合が高いほど、稼ぐのが上手な企業ってことだったわよね。そしてこれが日本通運の PL だ。売上2兆円、営業利益が 3.8% となっている。日本通運、7万人以上の社員さんがいるらしいわ。これだけ社員いるなら、人件費とか多くなりそうよね。うむ。全体の25程度が人件費だ。他にも下請け費とトラックを雇う容赦費が同じくらいある。確か前に見た黒猫ヤマトも佐川急便もたくさん容赦してたわよね。うむ。日本の運送業は現在容赦にかなり頼る構造になっているようだな。コロナ以降宅配の需要もあるし、大忙しね。うむ。日本通運に限った話じゃないが、ドライバー不足はかなり心配だな。とはいえ日本通運の場合海運とか飛行機でも荷物運んでるのよね。そっちはどうなの？OK、じゃあ海運から最近の様子を見ていこう。2022年の1月から6月までを見ていくぜ。よろしくお願いします。ということでこれが日本通運の地域別の売上割合だ。海運だから日本はほぼゼロだな。左上を見ると輸入より輸出の方を扱うことがずっと多いのね。日本の企業と組むことが多いんだろう。知名度考えると当然かもな。電子部品とか車とか日本は輸出するものが多いものね。そして地域別に見るとアジアとオセアニアが圧倒的だ。利益率もオセアニアに続いてアジアとこの2地域が高いようだな。北米と欧州は去年からすごく伸びてるわね。アジアはあんまり伸びなかったみたいだけど。この時期は中国がコロナでロックダウンしてたからな。そういう事情もありそうだ。そうか。この時期のロックダウンは世界中に影響出てたわよね。そして今度は空運だ。売上的にも一番大きい。一体どうなってるのかしらね。そしてこれが航空の内訳だな。やはり輸出に強いらしい。こっちはアジアじゃなくて北米がメインなのか。アメリカ遠いから、電子部品とかを飛行機で運ぶのかしらね。前年比はほとんど変わらずって感じだな。あれ？これは意外な感じね。空運も調子がいいような気がしてたけど。これは2021年が絶好調すぎただけだな。当時はコロナで港が閉鎖して海運が使えなかったから、空運に需要が集中したんだ。ふむふむ。じゃあその時の勢いをキープしてるから絶好調って考えるのが自然かしらね。ではそのまま CS だ。CS は、会社の現金の出入りを記録したもの、
つまり通帳みたいなものだったわよね。うむ。本業でのお金の動きである営業キャッシュフロー、固定資産や他社株への投資キャッシュフロー、お金の貸し借りとかの財務キャッシュフローからなる。そしてこれが日本通運の CS だ。本業でたくさん稼いで、投資と借金の返済は少なめだな。BS の最初に現金が増えたって話があったけど、ここに答えが書いてありそうね。ということでこれが CS の中身になる。例年と大きく違う箇所があるな。まず営業キャッシュフローは増えてるわね。うむ。そしてその下の投資もかなり減ってる。この結果現金が増えたと見ていい。日本通運、投資やめちゃったの？一体どうなってるのかしら？ということでこれが投資キャッシュフローの中身だ。投資有価証券と子会社関係でプラスが出ている。へぇ、トラックとか倉庫とかには去年よりお金出してたのか。で今回は子会社の方を見ていこう。ファンジャパン。という日本を海外に紹介する情報メディアの株式を売却した分のお金が入ってきたみたいだ。フォロワー何百万人もいるじゃない。実はこんなすごいメディア持ってたのか。旅行会社の JTB とデパートの三越伊勢丹と合同して始めたらしい。こんな取り組みしてたんだな。日通、動きがないように見えていろいろ子会社売り買いしたり新しい取り組みしてたのね。うむ。他にも本社ビルを700億円で売却したり自動車学校を3つ売却したりしている。本業に集中するのかもな。へぇ、頑張ってほしいわね。というわけで今回は終わりだ。最後まで見てくれてありがとうだぜ。ご視聴ありがとうございました。